北海道札幌2030大会、これが私たちの社会全体に寄与し、そして世界に貢献しうる大会となるように、共に一緒にですね、議論を深めてまいれればと思っております。冒頭、改めて2030年冬季オリンピック札幌開催の思いを口にした日本オリンピック委員会の山下泰裕会長。今日札幌市内で開かれた1回目の会議には鈴木知事や秋元札幌市長をはじめ、北京オリンピックフェンシングの銀メダリスト太田雄貴さんなど各界から合わせて31人が出席。冬季オリンピックの札幌開催の意義や大会の概要案などが話し合われました。市民の理解をどのように進めるかが課題です。オリンピック地元開催について街の人は、賛成です。反対だよ。どうしていいじゃないですかね。とにかく盛り上げなくちゃ、人を呼んで悪いのはどうして、例えば札幌市のために利益がちょっと上がるとか、そういうんだったらいいけども、なんかそうあまり望みそうもないしね、負担ばっかりかかってね、もっと力を注ぐべきいろんなことがあるんじゃないかと思うんだよね。今年3月、札幌市が道民およそ1万3000人を対象に実施した意向調査では、賛成とどちらかといえば賛成が過半数を超えている一方で、3割近くが反対の意向を示しています。多額の経費がかかるなどが理由です。オリンピックの専門家は、方向性をしっかりと伝えていくことが大切だと指摘します。経費の問題ですとか、それから理念の問題ですとか、これから札幌がどういう方向に向かっていくのかということをですね、やはりきちっと発信をしていかないと、この、反対という方は難しいかもしれませんけれども、やや不安に思っていたり、今どちらかといえば意見は明確にできないというような方はですね、なかなか賛成に向かっていきづらい状況になっていると思うんですね。札幌開催が決まれば、ジャンプ競技の会場として使われる大倉山です。こちらに今月下旬にも IOC が視察に訪れる方向で調整されています。札幌市は今月下旬にも IOC 国際オリンピック委員会が大倉山ジャンプスキー場など各競技会場を視察する方向で調整。目的は開催都市に見合う設備能力の確認とみられます。この過半数という数字がどうなのかと、第一段階としてはそれはですね、ありがたく心強く思いますけども、この数字で満足できるものではないと、こう思っております。もっともっとこういった運動をオールジャパン体制でですね、やはりご理解いただくように努めていく必要があろうと。道民の方々の声を大切にし、道民の皆さんによって決められていくような、そんなオリンピックであってほしいなというふうに思います。私はそういった活動をですね、微力ながら応援できればというふうに思っております。再び札幌に聖火は灯るのか。関係者によりますと、2030年の開催地は来年5月か6月の IOC 総会で決まる可能性が高いということです。